他の物体でも内部通過現象は可能だとセロは笑いながら語った。はい、いいですか、ちょっと座って。What's your name? What's your name? Yukiko. I'm Seto. Nice to meet you. Seto. What's your name? Kiyoe. Corona beer, ski. It's from Mexico. おいしいね、これ。あの、ちょっとですね、キャップしていただいていいですか、これ。これね、こう上に置いて、でもね、こう入らないですよね。ちなみに、このキャップを曲げないで入れることって可能なものですか？可能じゃない。ちょっとやってみてください。無理。OK。それでは、このキャップをなんとこれから瞬間移動でこの瓶の中に入れてしまいます。OK？ いきますよ。よく映って。1、2、3。今度はキャップを固く厚みもあるガラスの中に入れてしまったセロ。狭い瓶の口を通ったキャップには何の変化も見られない。すごいよ。絶対開くんだ。そんなことない。絶対開くか。さらにセロがカメラマンに微笑みを送った直後、新たな奇跡が。確かに瓶の中に閉じ込められていたはずのキャップが一瞬にして瓶の外に。さらに、もう一度。どうも。チェース。